い、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、今日はね、先に多分動画上がってると思うんですけど、オーニューラの動画を投稿したね、イエスさんオーニューラグレーンアルマ構築使っていきたいなと思います。で、今回の動画はグレーンアルマをね紹介していこうかなと思うんですけど、なぜなら相手の構築にあまりにもグレーンアルマが刺さってるんで、まあ、今回ね使っていくグレーンアルマがイエスさんのサイコフィールドに乗って、ワイトフォースをね打っていく方なんですけど、特性が砕ける鎧で、砕ける鎧っていうのが物理技の攻撃を食らうと、防御が1段階下がって素早さが2段階上がるというね特性で、まあ上からねサイコフィールド、張ってるんで、まあ先制技も食らわない状態でワイドフォースをね打ちまくっていくと。でエスパーテラスワイドフォースだったら、まあそれこそガブとかカイリューねワンパンできるんで、まあいい感じにね破壊する性能を持ってるのがグレーアルマとなっております。で、まあ今回ね、キアネタスキも出してるんですけど、まあステロ環境というところで、まあタスキがね若干発動しづらいんですけど、まあそれに関してはまあコラエルとかねうまく使うことで対応していこうかなと思います。まあ一応ねステロがガブだけいるんで、まあ、それだけ注意ですね。対戦相手のポールガイさん、ボールガイさんかな、よろしくお願いいたします。でね、グレーンアルマなんですけど、まあ、シーズン1の頃に、いたんだよ。似たような方が。道連れ、サイコフィールド、じゃあ、コライルだったかな、サイコフィールド、ワイドフォースみたいな。自分で貼るやつがいたんだけど、もうそれは時代じゃない。今は、イエスさんに貼ってもらう。なぜ、あ、待って、ガブやばいんだった。やばい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 、待って、これガブで負けるぞ。あ、待って、俺、やばい。これさ、上から自身で実は倒されるんですけど、ちょ、エスパーティラスケアして、スカーフの。オッケー、ありがとう。危ない。イエスさんの弱いところが出るところだった。はい、サーフ号来た。まあ、サーフ号投げてしまうと、ただね、俺ね、なんかサーフ号投げてこられること多いんだけどね、サーフ号結構カモだと思ってんだよね。まあ、若干硬いような気がするな。まあ、一旦ワイドフォースでいいかな。ワイドフォース打って、スカーフとかではない。自己再生持ってる。そういう系ね。まあわかるな。ターンからしつつイエスさんのね、行動を、まあ制限することができるんでね。まあそうなったらこれグレーンアルマに引いていいかな。多分グレーンアルマの方が早いんで、まあ読まれてシャドーボール打たれても、まあ最悪テラス吐かせることができてるよみたいな、話になってたり、するんじゃないかな。はい、自己再生オッケー。で、ここなんだよなーとかね、昨日ね、試運転してるとき、同じようなサーゴンに当たって、テラス切るか引くよねっつって、エスパーテラスワイドフォース打ったら、なんか普通になんかデンジャー打たれて、発狂したというね、過去があるので、まあ、素直にアーマーキャノンで行ってもいいな。まあ、そもそも相手ね、意外とこのグレーンアルマの効果力考えると引けないんだよね。あー、オッケー、危ない。いや、昨日の反省をまた生かしていくと。オッケー。ナイス。これで倒して、で、グレーンアルマの、タスキ砕ける鎧のコンボ強いと思うんですよ、レギュレーション A の頃は。ただ今弱い理由があって、多分ガブ来るんだけど、ガブ来い、ガブ来た。あ、 OK、 もう全て、まあ、実況通りガブが来ると、ガブが来る。これ何が起こるかっていうと、まあ、スケールショットが嫌なんですよ。なぜならスケールショットを打たれると相手早いね。これ絶対スケショ打ってます、即決で。ちょ、マジ剣弁やめろ、身代わりやめろ。 OK、 これ砕ける鎧の弱いところで1回ずつ防御が下がって素早さが上がるんですよ。これ何を意味するかっていうと、4回は絶対食らうので絶対助け貫通するから、今までグレーアルマの強みだった物理技を食らって絶対耐えるっていうのができないんですよ、スケールショット。まあ連続技になんだけど、その卓を合わせます、こらえるで。合わせたらどうなる？素早さ5段階4段階上昇、グレーアルマ誕生します。これが強みですね。うん、いや、いいですね。で、これは道連れ押してもいいんですけど、どうしよっかな。エスパーテラス、ワイドフォース打っても別にいいな。あ、ちなみになんか一匹持ってって道連れできるだけで、本来はね、十分仕事できてるんですけど、どうしよっかな。まあ、前道連れ持ってきた時、相手テラスとか入ってこなかったしね、道連れ考えるとやっぱテラス吐くっていう行動が、まああまりにも弱いんですよね。まあ裏にテラスを吐かなそうなんで、てか吐かなそうとか吐かないので、まあテラス切るならここなんだよな、この試合。まあエスパーテラス切っておきますか。さすがにさ、てかワイドフォースじゃ落ちないよね、エスパーテラス切ってないの。グレーアルはね、結構C 高いんですけど、さすがに落ちないと思うんで、ここはテラス切ります。で、相手がテラス切ってなければ絶対落とせるんで、一旦テラス切らせていただいて、オッケー。あ、これ、タスキはずるいね。タスキはスケショなんてずるなんでやめてください。オッケー、ナイス。いいですね。これ、テラス切らなくて落ちんのかな。
さすがにガブ、え、落ちないな。乱数だ乱数だ。まあ、なんでテラス切って正解かな。はい、バシャーモ、バシャーモか。え、バシャーモってさ、え、さすがにオーニュラ倒すなら、まあ、倒されないと思うんだけど、フレアドライブだから殴っ、道連れしなくていいよな。ワイドフォース打ってオーニュラ投げてて負けないよな。え、こっから負けたくはなさすぎるんだけど、なんか守ると加速うまく使われてオーニュラが上取られたとしても多分、まあ、多分負けないと思うんだよね。あー、オッケーオッケーオッケー、誤算選ばれました、さすがにね。ということで対戦相手の方ありがとうございました。まあいいですね、これスケールショットに対してはね、やっぱコライロ合わせなきゃいけないんですけど、合わせたら絶対追いつくことのできないところまで爆上がりします。いいですね、対戦相手の方が見つかりました。リリーさんよろしくお願いいたします。相手イエスさんオニューラグレーアルマということで、これさ、え、相手さ、イエスさんオニューラグレーアルマでしか投げることできなくない？いや、俺もなんだよね。っていうのも、お互いオニューラがちょっと重すぎる。俺これ、キンキに手出していいっすか？アメパ、スナパ、天候パ、フィールドパあるある。相手のフィールドや雨、展開要因にただ乗りするという、ポケモンシングル対戦会のタブーに手を出してもいいな。え、だってさ、え、相手だって海流ブリッジなんて投げたらさ、海流ブリッジガジクマンなんて投げたら、海流の丸付け潰れた瞬間、オーニュラで終わりで、それ分かってるはずないよ、絶対。絶対。いや、ちょ、ただ乗りするわ、グレーンアルマ。で、イバンコの世で、フィールドか暴れるみたいな感じでいきますか。対戦相手のリリーさん、よろしくお願いいたします。いや、まあ、一番面白い展開は、相手もただ乗りで、フィールドポケモンも投げない。イエスさんも投げない。で、一番面白くない展開は、相手が裏選出をする。というところなんですけど、どうですかね。いや、多分、まあ、グリーンアルマ、イエスさん、オニュラって投げないと、きつそうですけど、いや、待って、やばい。やばい。待って、一体やばすぎる。ハチマキとかですよね、初手で。で、ハチマキ、イエスさん、オニュラとかなんじゃないの。だから、ワイドフォース打って、道連れする。ちょ、激輪か、自信でお願いします。ちょっと、内訳やめて。やばい。やばい、やったわ。待って、マジで、まだあるか、まだあるか。まだあるのか。うわ、最悪これ。え、待って、でもさ、相手さ、え、でもこれ勝てるぞ、ワンチャン。これ、相手、海流グレーン、ん？海流イエスさん、オーニュラだったら、まあ、オーニュラ勝負になるじゃん。で、相手が海流、ブリジュカチグマって投げてたら、ワンチャンあるぞ。ちょ、海流の型次第。ね、なんかありえないぐらい悩んでるけど、羽休め、龍舞羽休め。ここで羽休めをする、自信心足は、まあ、ほぼほぼ負け。どうしよっかなぁ。ちょ、まずいなぁ。まあ、ワイドフォース打ち続けるしかないけど、何を嫌ってんだ、これ。まあ、スケショだったらもう絶対負けてたから、スケショじゃない。まあ、こらえる嫌ってるっていう話はあるんですけど、何しようとしてます？あ、お相手の方。まあ、攻撃するターンにイエスさんに引かれるとかが。え？竜舞あんこ羽休め？飛行テラバーストですね、あなた。いや、いけるいける。流れが変わったぞ、これ。竜舞。竜舞羽、アンコールだから、あと1個攻撃技飛行テラバーストなんですよ。1個の場合って。なんで、え、これエスパーテラスでよくない？いや、エスパーテラスいいよね。羽してきたら。うん、そうだよね。羽してきたらエスパーテラスってよくて。まあ、ここはまだ丸助いかないから。うん。だって、まだ羽で丸助いかないでしょ。で、まあ、こっからは多分エスパーテラス切った方がよくて。羽で浮かんなくなるよ。エスパーテラスワイドホースで。で、相手攻撃しちゃうと、こっち素早さ上がるんですよ。で、そうなると、いや、イエスさんオーニューラなら勝てるな。イエスさんオニュラ勝てる、ブリージュガチグマだったら、まあ、それこそ、オニュラで勝て、だから相手に多分、オニュラが裏重いから多分裏戦術来ないと思ってたんだよね。これなんか、グレアルマお前、何をしてるんだ？あ、まあ、ナイス。でもまあ結局相手受かってないから攻撃するしかなくて、まあワイドフォースで。え、そうだよね。テラスするしかないよね。攻撃できないもん。いや、まあまあまあ、特殊テラバースト打ってもいいけど、あまりにも弱いもんね。いや、そうだよ。この、オーニュラ通ってたわ。いや、オーニュラ通、いや、裏、
え、どっ、多分イエスさん投げてない気がしてきたな。はい、テラバースト。え、だってイエスさんオニラだったらこれグレーアルマの素早さ上げちゃダメだもんね。多分、多分てか絶対。はい、素早さぐんと上がった。ワイドフォース危ねえ、噛み合ったな。はい、ワイドフォースで倒します。まあ、イエスさんオニラだったらオニュラでイエスさん倒してオニュラ削ってこのエザルのフンドとかアンコールとかでうまく倒していく。いや、そうだよね。いや、ブリジュガチグマでしょ。これはもう終わったんじゃない。さすがに取っておくけど、え、これ多分頑丈系のあれだよね。え、ぶ、あ、ブラ、え、待って、道連れ押せばよかった。ブラムなんだ。いや、まあ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 、だったらあんこ剣舞でいいかな。まあ、ブラムあんこして剣舞でいいかな。多分ここで引っ込めてくることないし、オッケー。まあ、相手もびっくりしてたら、なんだその戦術はって。いや、でも、やっぱ裏戦術すると、オーニューラ重いよね。うん。まあ、俺もちょっとオーニューラが重いんで、これしか投げ、まあ、これっていうか、まあ、このエザルはちょっと、やらかしたかあったけど、まあ、剣舞してインファインファでいいんじゃないかな。まあ、裏から持久、頑丈が来る可能性はあるけど、いや、ま、さすがに剣舞剣舞でいいな。はい、相手引っ込める。いや、インファイ、いや、でも、インファインファダメなんだよね。ガチグマワンパンしないと真空波が、でやられちゃうから。で、インファ打って、いや、頑丈流星だけやめ、いや、嫌なんだけど、頑丈の、オーニュラ系で劣化だから一応引いてくる。引いて帰ってくるっていう話があって。オッケー、ナイス。まあまあまあ、いいでしょ、いいでしょ。危ない、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 危ない。まあ、相手も苦しかったんだろうな。ミラー投げんのもしょうもないけど、これ投げたらオーニュラ重いし、な、でもこれだったら、俺は、まあ多分、イエスさんオーニュラグレーンアルマで普通に投げた方が、まあ余裕だった。よね、多分グレーンあるまで、うん、はい、いいファイト打って、勝ちということで、対戦相手の方ありがとうございました。まあまあまあ、ちょっとでもこれはさすがにもう一戦やらせてください。うん、まあやっぱキンキに手を出してはいけないっていうのが分かりましたね。危な、対戦相手のリリーさんありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ニコラスさんよろしくお願いいたします。おお、相手壁か。いや、壁ちょっと嫌なんだよな。いや、大ニューラから入ってもいいか。オーニューライエスさんとかで行ってもいいですね。初手オーロンゲ読むんだったらオーニューラから入って、なんか荒らした後イエスさんとグレンアルマで、え、だからなんならイエスさんをなんかニョロトノ的な使い方して、雨のクッションみたいな、展開だけするコマとして使って、やるのもありだな。なんかこの世から入ってもいいんですけど、まあ、セグレイブには捨ての巻きたいんで。ただ、なんかロンゲの調圧とかまで考えるとちょっと、あまり、まあ、このエザル強いとは言えなかったんで、なんか、オーニューラから入って、イエスさんグレーアルマで行きたいと思います。まあ、相手からすると、あー、偽装なんだと思わせる初手オーニューラ。ただ、普通のサイコパであると。まあ、これね、なんか、俺がちょっとおかしいのかわかんないんだけど、アメパとか、サイコパみたいな、まあ、露骨な基本性質が成立してるとき、俺、それに囚われない性質するの好きなんだよね。イエスさんオーニューラのサイコパで、オーニューラ初手投げるやつって、まあ、いないんですけど、オーニューラが、素の状態で、有利対面できそうなやつが初手に来るとき、俺バンバン投げるんだよね。だからなんか逆に、そういうのが相手からすると刺さってる説はね、あるんだよな。え？待って。やべ。ごめんなさい。ごめんなさい。イエスさんでよかったです。うん、なんかドヤ顔で語った上で、うわ、最悪だよ、もう。最悪だよ、これ。まあイエス、まあいいや、いやいや、まあこれまあまあまあいいや、いいや、オニュラ刺さってたし、まあイエスさん引いてとか、なんか奇跡のオニビ型とかでお願いします。オニビ、オニビ来い、とかオニビ来い、マジでマジでオニビ来い。サイコワンが危ない、なんかただ乗りされていく。弾ダメ。でもこれは神速が入らないので一旦、まあワイドフォース打つんですけど、いるのかな、ロンゲ。ロンゲいたら引いてきそうだな。でも、ロンゲ見てから、まあ、オニュラ投げて剣舞とかすればいいから。ああ、通る？オッケー。ワンチャン落ちないっすか？弾なら。でも、後投げ11はナイスですね。まあ、初手にイエスさん投げてたとしても、多分フレアドライブでワンパンされて、まあ、ワイドフォースで落ちないんで、まあ、どうせ11だったって考えるなら、まあ、ギリギリオッケー。初手の、やんちゃは、
ギリギリなかったことになってる。まあ、フィールドターンだね、あとは。まあ、ここはオーニューラからでいいかな。オーニューラから入って、まあ、ロンゲサークとかなのかな。まあ、サークとかは、まあ、ロンゲで剣舞してからの、これ、天候巻いてると調和とかされないんで、剣舞できるから、ロンゲに対して。で、この動きは強いっすね、ちゃんと。ん？ロンゲじゃないよな。うわぁ、むずいなぁ。これね、一回計算したんだけど、イジツララバリ5発乱数なんだよね、確か。まあでも、剣舞でいいかなぁ。これ、鋼テラスは切らせなくて、で、相手はテラス切ってくるんですよ。で、これ何を意味するかっていうと、スケショー5で倒されたら、まあ、こらえるすればよくて、で、ここで相手が、なんか強気な行動して、まあまあ、インファ打ってもフェイタ打っても弱すぎるから、まあ、剣舞でいいんだよね、多分。耐えてほしいな。さすがにつららばりとか打ってんのかな。打ってる。待って、それは4でも耐えないんじゃない。いや、4は絶対耐えてたんだよね。いや、4は耐えてたけど、まあまあなんか強いな。いや、まあしょうがない。いや、でもテラス開かせたから全然 OK で。でもこれね、ぶっちゃけ相手が、いや、悩ましいな。これスケショケアしてこらえるするべきかみたいな話なんだけど、いや、フィールドターンは大丈夫で、さすがにスケショ警戒しといた方がいいっすね。つららもちょっと嫌だしな、普通に。つらら、うん。つららだったらタスキいかなそうだから攻撃してもよかったけど、まあでもこれでダイス分かってるんで、まあオーニュラはなんかテラス吐かせることに意味があったみたいなね。に、耐えてたかな。いや、まあでもスケショ警戒しなきゃいけないからね。でも素早さめっちゃ上がるのおもろいな。耐えてそうだね、さすがに。5でも。4。ん、怪しいぞ。OK。素早さが全部、あ、そうか。1回で2回上がるから、絶対6段階上がるのか。1ターンで。まあ、1ターンで6段階上げたエスパーテラスワイドフォース。これ全員飛ばせるくない？もう。まあ、多分エスパーテラスないと席落とせないんでね。エスパーテラスが生きたんだけど、使ってて、まあ、道連れの枠を、フェアリーテラバーストも面白いかなって思ってるわ。なんかサザンドラに対して奇襲できるんで。今のところサザンドラ見るとこいつあんま投げれてないから、まあ、そこはいいなって思いましたね。まあ、ワイドフォース打って、まあ、絶対落ちる。オッケー。で、まあ、ラストでしょ？誰だったら負け？まあ、まあ、ロンゲ負け、ロンゲ負けだけど、まあ、ロンゲなわけないでしょ。なわけない委員会だよ、ロンゲは。え？ロン？ああ、サウゴか。オッケー。で、風船でしょ？まあ、風船はスカーフでも上取ってるんでね、アーマーキャノンで勝ちかなと、思います。いや、いいですね、グレンアルマさん。まあ、オーニューラがあんまり仕事できなかったけど、まあ、テラス開かせたんでね、なんか、もろもろ、策にならなかったっていうのは良かったかなと思います。対戦相手の方ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、なんかグレンアルマね、場を整ったらなんかオーニューラよりも貫く性能は結構高いですね。まあ、ただなんかステロ巻かれた時の運用がだいぶ難しいんで、まあ、そこをどうするか、まあ、こらえる策になるなーっていうのは思いますね。ということで、まあ、よかったら皆さんグレンアルマ使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。